めっちゃ思いっきりぶつけたのやばくて本当になんかもうめちゃめちゃ痛くてなんかはっはっはっ「ってなったぐらい痛かったんですけどでもなんかあのー、割と治ってきました <laughs> そう泣い,た泣いてはないですけど結構痛かったっていう,そう思いっきりもう「ブーン!」って。 バーンってぶつけたの <laughs> えそう「風船たまぼありがとうございます」でなんかあのー、そうこうやってぶつけた直後になんかもう傷跡ができてなんかあざなのか分かんないんですけどなんかできてめっちゃ寝い痛かったのそうえでもなんかそしたらなんかここだけじゃなくてなんかここの筋みたいな 神経なのかわからないけど、僕は全部痛くなっちゃって <laughs>。そやばくない。なんかさ。なんか痛いんだよね。なんかここだけじゃなくて、ここの。神経っていうの、ここ、なんかこの辺とかも痛くなっちゃって。弱いんですよね。そう。やんなっちゃいますよね。うん、大丈夫なんだけど。そう、生活。はちゃんとできるんですけど、なんかこう。 あれってこうやって触ったりするとあ痛いわーってなるんですよそう <laughs> だからそれぐらい結構勢いよくねぶつけてしまったっていううんそうなの割と痛いっていううんやばいよねでもなんか良くなってきたその なんていうのぶつけた直後が結構痛くてそうお医者さんは言ってないです <laughs> でも冷やしましたちゃんとそうちゃんと冷やしてやったらね多分大丈夫だと思います何日かあのー、したら多分治ると思います大丈夫ですスウェットにあねありがとう <laughs> ありがとうございます 今日はもうレッスンになったのでもうボサボサだしゆるい感じです湿布とかしなくて大丈夫かな湿布もなんか一回しようかなって思ったんですけどめんどくさくていいやって思った <laughs> まあ治るっしょって思って貼ってないんですけどまあでもなんか引いてきたので多分大丈夫です まとめ髪好きですあ,ありがとうございます今日はもう前髪作るのもめんどくさくて作ってないです、うん、<laughs> ラフな雰囲気のサイアンもかわいありがとうございます <laughs> 結構なんか適当な時ほんと適当だからヤほホほやホーホ5月5日何するんだろう トークイベントですね。何するんだろう。私もわからない <laughs>。私はまだわかんないんだよね正直。そう正直わかんないっていう。うん。何するんだろう。<laughs> 何するんだ。再ギターは五月二日です。先生ありがとうございます。もっと匂わせて確かに。 えでもあれですよあのー、ね <laughs> 私といえば私といえばねあれでしょふせんばらありがとうございます私といえばねフ <laughs> 察してくださいこんばんこんばんは えでもなんか今までこういうイベントなかったよね。なんか劇場でトークイベントみたいな。あんまなかったので楽しみです。キャンプファイヤーにギター演奏。おおいいですね。ああ、あの香水のダンスかじゃないの <laughs> 私と言ったらそれになってるの結構やばいよね。あれ,あれはやばい。 何ですかどうですかね何ですかね何だろうなナみんとコンビでゲーするのかな <laughs> 私と言ったらそれなんだ漫才なのもしかして劇場で茨城の鬼こぎ見れる鬼 <laughs> こぎ見れるのかなもしかして もしかしたらね見れるかもしれない漫才みたい <laughs> 漫才みたいのみんなみんな漫才みたいのそうなのうんこんばんはこんばんはまさかのピアノかなピアノねピアノ私好きだよ全然前あの青とさ ちょっと配信一緒にした時にちょうどピアノあったから一緒に弾いたけど楽しかったピアノもね楽しいよねピアノもいいですよねピアノ欲しい <laughs> ピアノ欲しい先生ありがとうございますドラムも欲しいドラムでもなんかなんていうのできるわけじゃないけどあの楽しいじゃないですかなんか。 叩いてるだからドラムも欲しいです分かったカスタネットだカスタネットカスタネット私できますよねタンバリンとかも得意ですよ先生ありがとうございますシンセサイザー買いますかって <laughs> あったらめっちゃいいけどね、まあ、ありがとうございますピアノね楽しいよね めっちゃゃ弾けけけるわけじゃないけどマラカスはマママララ、ね、ラカカカスススももねできますよマラカスってやる機会そうそうなくない、まあ、カスタネットもだけどさそうそうないよね。うん、あおちゃんシンセサイザー欲しがっててバンドラレッシよ言うんだ確かにね。確かにね。うん。シンセサイザーねあったらめっちゃいいよね。うん、ありがとうございます。 いろんな音出せるし結構幅もね広がりますよねさって器用ですねえー、私器用ですか分かんないうーんどうなんだろう物によるのかな分かんないけどうんカメラマンの被写体だったらいいな <laughs> モデルなの私 ハーモニカやる予定はないですかねそもそもハーモニカ持ってなくてリボスありがとうございますハーモニカは本当に幼稚園以来ずっとやってないですかねなんか幼稚園の時さハーモニカ自分用の持ってるじゃないですかなんかそれでなんか音楽音楽会みたいな分かんないけどそういう時になんか吹いたりとかはしてたけどそれ以来本当にやらないじゃないですかだからねもうない持ってない持ってないし うん買ってもいないですね <laughs> うんこん,んはエイギターのエフェクターエフェクターもそうだよねそうなんだよね私機械さ苦手じゃんめっちゃだけどさギターってめっちゃそういうエフェクターとかさそういうなんかああのまあ、機械系を使うじゃないですかそこがもう私難しくてしょうがないんですよねわけわかんなくて 機械音痴だからさ本当に私だからすごく難しいごまごまは器用には見えるそうですかなれますなれますかねリコーダーリコーダーはね私得意です <laughs> 得意でしたよリコーダー リコーダーダなんか高いリコーダーとか低いリコーダーとかアルトリコーダーかフェクター簡単って言えるのがすごい私難しくてこん,ばこんばんは DJ とか見てみた私の DJ ですかだか DJ ってどうやってさ操作するんだろうそれこそなんか機械で難しそうじゃない こんばんは,こんばんはどうやってどうやってやってんのなんか DJ なんかいろいろ操作してるよねこっちなんかズン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 みたいな分 <laughs> かんないけど <laughs> 何をいじってんの何をいじってそうなるの <laughs> って感じでもやってみたいけどね楽しそうじゃんなんかでも全然やり方わかんないねなんかこ,っちこういうイメージはこういう感じ <laughs> でも何してるのか全く分かんない、うんなね何が何なんだろうねあれで、ね、何なんだろうねその左っ手そうこれなんかヘッドホンって押さえて「ウェイ」って分かんないですね「こんばんはこんばんは」「<laughs> DJ は音量調節できれば大丈夫?」 あ、音音量量ね、音量なのレコードああレコードシュ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 ってやるみたい、ま、な愛ちゃん似合いそうです確かに確かに似合いそうこんばんは趣味で DJ はかっこよすぎる <laughs> 趣味 DJ なのいかついいかついいかついっていうか,かすごいすごいです珍しいです珍しいのかわかんないこんばんは,こんばんは うん。はいあ,ありがとうございます。面白い絵を描いてくれそう。どういうこと？うん？ラップは得意？えラップは得意。ラップ？そもそもさなんかさラップの曲ないよね。でもあれかサメカツなんで。 グリーンフラッシュやってるんですけどグリーンフラッシュはあのちょっとだけラップがあるっていうそれぐらいじゃないラップってそうそうないよねラップだからちょっとよく分かんないですこんばんはこんばんはそうグリーンフラッシュある「梅雨がても心は丸見え沈んだその声もレールだ」 そういたくてもちゃんと強くなるめっちゃ低い声でラップしてほしいわえー、<laughs> ええー、できないな可愛い,いありがとうバラありがとうございますごめんこんばんは,んばんはそうないよねラップの曲って「王様」はうんラップではないかな 確かになんかそのちょっとなんかうんラップうんラップまではいかないのかな久しぶりだようやく会えてほん <laughs> よかった <laughs> やっぱ人間直接会うっていつでも会ってせハローラップではないか青春の時はそれあ反応かかれあああなんかラップわかんないですね <laughs> うん 分かんないなこんばんは,んばんは今歌詞,間違えた歌詞間違えちゃったね <laughs> 間違えちゃいました、うん、本気の後でを見た」「あでですか?」「僕だっていっぱいいっぱいキスをしたいけれど」でも私後でめっちゃ好きなんだよねやったことないけど 超好きです「やらなくちゃいけないことまだまだあるんだねえだから」<laughs> なんかそのあとでのあの宇宙服みたいな衣装じゃないですかあれを着てみたいんだよね。あれを着て一回踊っ,てみたい <laughs> っていうあのはい。 目標,目標なのこれ目標はありますけどでもさあとでのメンバーなかなか多分選ばれなさそうじゃない私ってだからちょっとかなうかは分からないこん,こんばんはこんばんはあの衣装暑そう確かに夏は暑そう冬ですねやっぱり冬にやりたいですね誰もありがとうございます 今日は寝顔の写メありますかあります <laughs>。昨日送ったけどメールに、誰もありがとうございます。そう、あれね、暑そうだよね。着たことないから、わかんないけど。杉ちゃん選抜だから、選ばれるか。ええー。<laughs> 絶対、私的に選ばれなさそうなんだよね。一生。は、ありがとうございます。 確かに夏には向いてないのかな内緒「サ後に可愛い曲売り合っててください」って一生ただ <laughs> でも確かになんか私本当に可愛い系の曲ないんだよねなんかならないんだよね <laughs> ありがとうございますそう可愛い系の曲あんまり担当しないんだよねでも後では本当に好きなのずっと好きなの加入前から めっちゃ聞いいてたからすごい好きなんですよこ、ね、こんばんんんばばはでも私がそあとで好きとかこうやりたいっていうことをずっと言ってればやらせてくれるんじゃないのみたいな <laughs> 思いはありませ、ね、んか「あさサやヤそんなやりたいんだじゃあやりなよ」みたいななるかもしれないっていう <laughs> そうだから言ってる「こんばんはこんばんは」 <laughs> そうでも私がさあの衣装を着るとしたら何色なんだろうなっていう紫かなやっぱり紫青みたいな何色だろう何色だろうねラスベガスで結構あの衣装やってほしいああ バックダンサーでやってたっけど、ね、もうなんか昔すぎて <laughs> 懐かしいひなたさんのソロ公演があった時にこうバックダンサーで私とあおとかほとさらがこう出てたんですけどずっとそれでねちょっとだけやったんですよね 違いの通りあ意外と覚えてる <laughs> 懐かしいうんそうくまちゃんこう持ってきてくれてイエーイってやってましたねあなたはありがとうございますこんばんこんばんは懐かしい <laughs> 左の腕はそうだね数,数回かはたありがとうございますそう懐かしいよねあの 声も<公> <laughs> 何回か見たことあるあ本当ですかありがとうございます懐かしい天使のしっぽはブリブリなノエさんってやってたよね <laughs> 天使のしっぽはあれですねハロウィン公演の時にやりましたね海賊の衣装で <laughs> またコンサートしないからねまたコンサートしたいな本当に。 去年ね時メッセでやらせていただきましたけどまたやりたいなぁ時メッセであ,ありがとうございますコンサートしたい私もしたい残酷な雨やるならパートナー誰かなええー、パートナー誰だろあ,ありがとう普通ありがとうございますパートナー誰だろうええー、誰がいますか逆に <laughs> ガママの流れああ誰だろうなでもあれさセリフあるからさ難しそう少し前かっこ借りる誰だろうね誰だろうてかやっぱり待って左右手痛いわすごいなんか今さこうやってたんだけどさなんかすごい なんかさ、この辺に響くんだよね痛みがなんでなんだろう変なとこ打ったのかななんか変な変なさ神経をさこうバーンってやっちゃったのかな私すごい痛いんだけどどうしたらいい <laughs> この辺の炎症してるのかななんかさここぶつけたのにさなんかこの辺痛いんだよねなんか 筋が痛いやばくないなんならここの肩まで痛いかも筋とかがやっぱあれなのかななんで痛い <laughs> ええー。なんかこの辺まで痛くなってきちゃった気のせいかな神経に負担がかかったええー、わかんない <laughs> バーンってってここバーンってぶつけちゃって <laughs> やばそこは肩こりのツボだから肩こりのツボをめちゃめちゃ <laughs> 刺激しちゃったってこと私 <laughs> そうなのだから肩痛くなったのやば <laughs> この辺も痛い 体がもつながってるからそうだよねなんかすごいよねある意味体ってすごいなんかここをぶつけたのになんか全身が痛くなってどういうこと <laughs> やばギター演奏大丈夫かな、まあ、ギターはまあ大丈夫だとするお家ににップあるないね今腕はレッスンじゃないの えー、そうなのかなじゃここはレッスンのせいってことにしとくかふざありがとうございます何に近かしても治らなきゃ病院行ったが確かにあたありがとうバラありがとう明日の公園大丈夫うん大丈夫大丈夫し生活にしょうがないそうですねないですねでもなんか後とかはもうなくなった何なんだろうね本当にこんばんは みんなも気をつけてください <laughs>。みんなはないか、そんな。腕をぶん回すこととか。ないか。気をつけて、あの、踊るってなったら。みんな周りを見て。近くに何か、ものがないかどうかのチェックをよろしくお願いします。カメラに近いのか。え、ね、そう、カメラに私近くなっちゃうか。目悪 かかだから大丈夫私がおしとやかじゃないみたいなやばい <laughs> 足の小指はしょっちゅうぶつけてるあわかるなんか足の小指って何でかさ知らないけど当たるよねわかるわかるわかるカメラに近い時かえりとのあざと配信を思い出す え <laughs> 無意識でそうなっちゃってるってこと周りをチェックするように心がけますそうですねチェック大事ですねかわいいありがとうちょっとでもまあでも今日寝たら治りそうな気もします あと4分早い明日はね生誕祭です夢の私夢の生誕祭に出るの初めてなのでめっちゃ楽しみです明日は鮫勝那戸彩さんですそうサメカツナさ今月毎週会ってもうレギュラー化してるんですよすごくないあの 来週もあるし。もうレギュラー私たち。<laughs> あんたはありがとうございます。そう、レギュラーなんですよ。劇場すごいよね。明日、夢の生誕祭。今月生誕祭に帰りました。テレひなと。明日で、えー、夢ちゃんですね。楽しみで！ あ、でも平日が多いね確かにそうなんですけど確かにね来られる方はお気をつけて来てください夢の生誕祭も盛り上げられるように頑張ります頑張りますあと3分早い今回もさえお手紙書いたりするどうなんだろう <laughs> お手紙担当かな私もしかしてこれからお手紙担当前回のひなの公演ひなの生誕祭で初めて私はお手紙を読みましたそうなんかメンバーになんかお手紙書くってあんまないじゃないですかだからちょっとドキドキしました何を書けばいいんだろうみたいな改めてなりますよね まあ明日も楽しみにしていてください <laughs>。私が言うのもあれだけど。ということでじゃあランキングを読んでいきたいと思いまーす。十三位高野さんありがとうございます。十二位ふわふわさんありがとうございます。十一位あきらさんありがとうございます。十位村内さんありがとうございます。九位伊賀の藤丸さんありがとうございます。八位どぐヤさんありがとうございます。 七位今夜が山田さんありがとうございます六位ホークさんありがとうございます五位松尾さんありがとうございます四位マサさんありがとうございます三位星の鼓動アイさんありがとうございます二位ゆうきさんありがとうございます一位赤毛団長さんでしたありがとうございましたありがとうございます明日はサメカズナ公演夢の生誕祭よろしくお願いしますはいということで今日も 配信見てくれてありがとうございました。この後お休みメールも送るので待っててください。ではでは、ありがとうねー。いい夢見てくださーい。おやすみなさーい。バイバーイありがとう。